はい、ということで、やばい、もうボロボロ仕事から帰宅しまして、時間を経つは経つんですけど、気合を入れるためにというんですか、カメラを回してみました。お風呂に入ります。俺の綺麗なやつにしたら来るか、どれ、あ、ここなのね。今日はポカポカの生放送をやってきたんですけど、水曜日の夜の過ごし方でいいですかね。はい、ダメです。いいんですかね。こんな感じでございます。あーくんも出張でいないので、自分のマイペースな感じで過ごしていくので、カメラを撮ってみたいと思います。レッツゴー。お時間のある方だけ見ていただければ嬉しいです。ではレッツゴー。スジチャンネル。まずコーンをお風呂に入れます。ちなみに今日は帰ってきて、炊き込みご飯を作ってパジャマの整理をしました。しまってあったパジャマを洗って今乾かしてっていう状態です。なんで私が今こんな感じでだるんとしてるかは後にお話できたらします。とりあえずコーンをお風呂に入れて、この乾燥はまだあと10分あるので、コアさんを洗っていきたいと思います。今日は鍋の日だ。そういう時あるよね、なんかさ、ダメの日。ペタペタ飛ぶよ、目に。あ、あった、耳の後ろ。はい、かばん。今日はカビゴン、今日はカビゴンやママの鼻、カビゴン、ママ鼻、ママアンジシャルム、パジャマを着て、よいしょ、ママは乾燥機はあと5分、よし、はい、お母さんももう自分で着れるのでね、はい、じゃあ着てください、着てください、見ないでください。あ、すいませんね。あ、上手に履けましたね。しすぎじゃない？いい感じです。炊き込みご飯炊いてたやつはこんな感じでございます。なんで細かく切ってるかっていうと、これにはちょっと訳がありまして。訳がありましてですね。いつも炊き込みご飯は基本的に具をね、大きめに、結構きのこを豊富に入れたりとかするんですけど、お母さんちょっと大きいです、こう音が。なんであのちっちゃいかっていうと、今生が歯の矯正中で大きいものがこう噛み砕けないっていうことと、そっちゃんがちょっと喉の風邪、夏風邪ですね、痛くて食べるのに結構困難みたいな状態なんですね。スイとソラががっつりなご飯を食べることができないっていうことで、いろいろ試行錯誤しながら最近はご飯を作っております。だいぶねソラも回復はしてきたんですけど、なるべくこう細かいものだったりとか、潰したものだったりとか、そういうものが多くって、昨日もこれダメだろうって思ってたんだけど、まさかのコロッケが食べたいって言ってコロッケ作ったんです。結構マッシュにして、ただコロッケも割と食べれたので、たくさん作っちゃってそれが余ってるので、炊き込みご飯とコロッケと昨日のスープもあるので、そのまま行こうかなと思ってます。そんな感じです。ノアは甥っ子とお寿司を食べに行ってるので、夕飯はなしでいいかなっていう感じで、昨日の残りと炊き込みご飯とっていう夕飯になります。あとね、今日現場でお弁当をもらってきたの。今日私がお弁当を食べる時間が生放送でバタバタしててなくて食べられなかったので、お弁当も美味しそうだったから持って帰ってきました。こんな感じでこれ温めて食べようかなと思います。あとバッシーが買ってきてくれたお団子もあったりとか、食べるものはいっぱいあるので、ちょっとこの辺を昼ご飯は食べようかなと思ってます。まずコアのご飯を温めて、最近セイもソラもそんな感じ、セイはもうずっとそんな感じなんですけど、食べられるものが増えてきて、だいぶ自分で試行錯誤しながら食べることができてるんですけど、やっぱ歯医者の先生に聞いたら、噛み合わせを良くするっていうことはできなくって、常に噛み合わせがこう歯を動かしてるので、常にこう噛み合わせっていうのは変わっていってるから、どこで今日噛めるかっていうのは自分でこう探しながら噛んでくださいっていうことだったので、今噛める場所で噛んでご飯を食べるっていう感じです。ただ前歯でガビッ
で前歯でかじるっていうことはできないので、ほんとちっちゃくしたものだったりとか自分で切って食べるとか、そんな感じで食べてます。もう普通のご飯も食べられるようになったので、白米が食べられるようになったから、だいぶ割と何でもお肉とか硬いものではなければ食べられる状態になりました。ですが、そっちゃんがちょっと喉の調子が悪くって熱出してたんだけど、それは1日で終わって、でも喉の痛みっていうのがずっと続いてて、朝昼夕方ぐらいになると飲めたりとか食べたりとかできるようになるっていう感じ。朝一は結構もう痛くて飲むこともできなくて、だから薬ももうすごい細かく切ってちっちゃいのをちょびちょび飲むみたいな感じで、そう、薬は飲んでます。で昨日私も若干これもらったかなっていう感じの、なんか倦怠感もあったり、寒気もなんかしてる気がしたりとか、目の奥が痛かったり頭が痛かったりみたいな感じで、これもらったかもしれんと思って慌てて、そう、もう寝たんですよ昨日は早めに。今日も生放送前にユンケル飲んだりだとか、栄養ドリンクを飲んでなんとか無事に終わり。そしたらね、あの倦怠感とかそういうのも今なく、頭痛も特にない状態なので、気持ちの問題だったのかなと思います。とりあえず今、まあ、元気ではないけど、疲れてはいるけど元気です。こんな感じで夜ご飯をサクッと簡単にいきます。いつもがっつりゴンって作ってたけど、やっぱ生の歯の矯正から始まり体調不良が出たりすると、一気にご飯の量がガクッと作るものだったりとかも変わってくるから難しくて、その調整がで、ノアが食べなかったりする日もあったりとかもあるし、まあ、コアと私だけガッツリっていうのもなみたいな感じなので、そう、なんか夜ご飯が本当に難しいですね今。眠いんです。今日なんか謎に2時間ぐらい前にアラームが鳴った夢で起きちゃって、鳴ってないんだけど夢でアラームが鳴って起きちゃって、そっからなんかちょっと考え事とかしてたら寝れなくなっちゃって、なんかなって感じです。ただ明日も明後日も仕事があるので、今日はパパもいないし、早めにお風呂入って早めにご飯食べて早めにお布団入ろうかなと、コアと一緒に入ってそのまま一緒に寝ようかなと思ってます。ちなみにこのスープはサムゲタンです。サムゲタンぐらいこう鶏肉柔らかくしてあげると割と飲むことができるので、サムゲタンは結構あと精が矯正してから何回結構作ってますね。サムゲタンめっちゃいい。コロッケはもう揚がってるのでこのままチンして食べていく感じにします。とりあえずパーさんのご飯を召し上がって、セイとソラはちょっと様子を見つつ食べてもらうっていう感じでございます。ちょっとさっきはセイとバチバチにね揉めたりとかあってさ、それでちょっとイライラしちゃったりとか、テンションがよくわからない感じになっております。それ以外にもちょっといろいろあって、女子デーとかそういう前とかでもないんですけど、イライラがやばい、気分が上がらないっていう感じ。明日も仕事で、明後日も仕事で、そしたらもう土曜日に入るので、今週の土日は基本的に予定はないのでやばいね、ゆっくり過ごそうかなと思うんですけど、ちょっと動画のねストックとかも今危うくて、それにも若干追われてるというか、だからさ、しょうもない動画かもしれないんですけど、マジでお付き合いいただけたらマジで嬉しいです。付き合いもらえたら私の気持ちが本当に和らぐんです。昨日のグラタン、そう、グラタンなら食べられるかなと思ってグラタンも作ったんですけど、それの残りもこんだけ、いつもの感覚で作りすぎちゃって食べきれないでみたいな感じになっちゃってるから、結構2日間同じものを食べることとかも結構あるんですよね。いつも通りセイとソラが食べられないじゃん、でも私の感覚でいつも通りに作っちゃうっていうのがあって、昨日の残りにはなっちゃうんですけど、この辺とこれサムゲタンですね。炊き込みご飯も普段はあのもち米で作るんですけど、今回はちょっと柔らかめの普通ご飯で炊いてます。とりあえずご飯食べさせて私はお風呂に入ります。なんかさ、食欲も湧かなくてさ、とりあえずなんか飲むか、とりあえずお水飲みます。なんかこういう時にお酒飲めたらなと思うんですけど、お酒は全然欲してないです。
タレが取れる。ちょっと甘いもんかどうか。お菓子が買ってきてくれたお団子食べます。悩みがさ、尽きない。自分のじゃなくて子供の悩み尽きない。大きくなるとリアルな悩みっていうの、なんていうの、現実的な悩みっていうの、ちっちゃい時の悩みとはまた違う悩みが出てきて、大きいからさ、子供たちは。私がさ、こうやってさ、どこまでさ人に話していいかも分かんないじゃん。だからさ、まあ言わないけどさ、悩みがね、尽きないんですよ本当に子育てしてて、自分の悩みはもう本当にいいんだけど、子供の悩みってマジで難しいよね。将来のこととかまで考えるようになるじゃん、中学高校ってなると。だから今だけを見るんじゃなくて、その先を見て話してるから。でも子供からしたらその先は見れてないから、もうなんかもう難しくて、会話が。親はさ、将来を見据えて話すけどさ、わからんよね。私だってさ、10代の時はさ、わからんかったもん。でも今やっぱり大人になって、母親になって、あー、この時こうだったなってすごい思うもんね。わかんないのはわかんないんだけどさ、ご飯にします。とりあえずご飯のご飯を食べさせまして、生と空はちょっと聞いてきます。ご飯を食べるのかどうするのか聞いてきます。はい、とりあえずセイソロはまだご飯食べないらしいので、洗濯、これじゃ、違う、この洗濯はパジャマなので入れるようにしていきます。中学2年生ぐらいからさ、高校どうするみたいなところからさ、将来の話とかさするじゃん。中学2年生ぐらいからいろいろ親は焦るわけですよ。でもやりたいことやってほしいしさ、やりがいを持ってほしいじゃん、自分がやることとかやりたいこととか。いろいろ話すんだけどさ、しょうがないよね。そっちゃんが熱出して、その流れでセイも熱出して、セイソラが2人してダウンしてたんですよ。多分映ったんだけど、それが結構久しぶりで、私も気が張って疲れちゃったのに、仕事もあったりとかしてたので、夏休み明けてからがすごいバタバタしちゃってるんだよね。当たり前か。夏休み、休みをいただいた分頑張れってことね。分かっちゃいるんだけどさ、今日のポカポカで所さんの言ったことで名言みたいなゲストの方が話をされてて、人生楽しいだけじゃつまらないみたいな、大変なこととか辛いことがあって楽しいみたいな、楽しいだけじゃ面白くないみたいなことを言ってたみたいで、確かにそうだなとは思うのあるんですけど、まだ私は本当にさ、そこまでいけてなくてさ。幸せってずっと幸せだったら幸せって感じれないじゃん。でも大変なこととかがあるから小さな幸せを幸せって感じるし、楽しいこととかも楽しいって思えるんだろうし。あー、やばい。え、これは前からどっち、色落ちって、何これ、見て。でも今色が落ちるようなもの洗ってないから、多分前からこうだったんだろうな。デニムと前に洗っちゃった感じ。ウェティちゃんの T シャツ、ノアが最近ベティちゃん好きで、場所は言わないんですけど、これいくらに見えますか。正解は7000です。これ1着じゃなくて何着かあるんだけど、300円とか400円とか、それくらい安く買うことができました。よいしょ。とんでもね、部屋着の量がバザーみたいになってる。これをしまっていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれからですね、撮影回してたんですけど、まさかの携帯がストレージがいっぱいですみたいになってて、撮影が辛かったんですね。まあまあいいとして、とっちゃんは今ご飯を食べました。せいやに関しては部屋に行ったら寝てました。寝てました。もう知りません。とりあえず私はお風呂に入ります。ちくさ、なんてさ、揉めてたっていうかさ、話し合ってたわけよ。なのに、なんてね、寝てるんと思って。私絶対寝れる気がしないぐらいの気持ちなのにさ、めっちゃ寝てるからさ、もう腹立ってさ。
とりあえずそっちゃんご飯食べて、同じことしか言えない。どうしよう、とりあえずもういいや、忘れて、お風呂に入ります。では、はい、コアさんがここで塗り絵をしています。見て、見て、あ、本当だ、上手じゃん。で、体もだ、体はもう何色でもいいんじゃない。アンパンマン塗ってごらん。あの前にさ、色のお手本あるから、これ見ながらさ、色合わせて塗ってごらん。よいしょ。私はこのお昼の持って帰ってきたお弁当温めて食べます。あとはグラタン誰も食べなかった。さっきノアと甥っ子がね、お寿司食べてるって言って、そこにジジも一緒に行ってたみたいで、お土産でお寿司を買ってきてくれたので、これも食べます。したらね、そっちゃんがね、お寿司をね、細かくしてあげたら食べることができました。お寿司もやっぱゆっくりゆっくりだけど、喉が痛いけどなんとか食べれてるっていう感じですね。いただきます。お昼もさ、食べたんだか食べてないんだか、おにぎりをちょこっと食べてっていう感じだったので、ほんとだ、アンパンマンわかるよ、見えるでしょ。そうそうそう、見ながらでいいからさ。うまくいかないときってさ、ほんとにうまくいかないの。バッシーもよく言うんだけど、ダメな日ってダメだよね、すごい思うんだよな。いいことが続く日、いいことが続く日もある、あるんだと思う。嫌なことが続く日の方が感じやすいんかな。体調壊したりとかもあったし、電化製品が一気に壊れたりとか、立て続けに壊れるの、電化製品が。そういうこともあったり、悩みだよね、あと悩みが絶えない。これはしょうがないね。全然濡れません。ちょっとガリガリやってごらん。早いな、もうさ、9月も終わって10月になって、もう年越すんじゃない。年々早くなってる気がする。この間年越しした気がするんだけど、とりあえずしっかり食べて、髪乾かして、顔で切った。うん、上手。ちょっとさ、口もさ、色を塗ってみたの。上手じゃん。これ綺麗になったね。え、みんなに見せていい？じゃん、上手上手。白がなくてごめんなさい。全然はみ出てないし。お洋服塗ってごらん。いつもは空とかセイとかと一緒にコア遊ぶんだけど、セイ寝ちゃってるし、そっちゃん今風邪ひいてるから、基本的にずっと自分の部屋にいて、マスクして一緒にこのリビングに来たりはするんだけど、コアに移したらっていうのがあるみたいで、一緒にね遊べなくて、コアも多分すごい暇してて、今ほんといい時代で LINE っていうのがあるじゃん。 LINE 電話っていうのがあるから、昨日とかは私の携帯と空の携帯で LINE 電話しながら、なんか一緒に通信ゲームみたいなのしたりとかして遊んでた。昔はさ、通話するのにさ、めっちゃさお金がかかったのにさ、今は無料でさ電話ができるからさ、すごい時代だよね。電話するのにお金がかかるから、たーくんと電話するにも付き合ってる時って1時間2時間ザラで普通にこう喋れるじゃん。だからなんか携帯代やばくて、ウィルコムっていう携帯が当時あって、ウィルコムで電話すると通話が無料だからって言って2人でウィルコム買って電話してた。海外行った時とかさ、めちゃめちゃ高いじゃん、海外との電話。たーくん海外行くこともあって、それですっごい高くなっちゃったりとかしてて、 LINE 電話はさ、海外でもさ無料じゃん。本当にすごいよね、本当にすごい時代だなと思って。昔はさ、ほんと10円でさ、何秒で切れちゃうみたいな、電話ボックスから電話するとさ、10円しかないとかさ、あるじゃん。そういうのなくなってさ、もう LINE でさ、無料でさ、いくらでも通話ができるわけよ。すごい時代です。髪乾かして、もう寝かせないと。明日コアはお月見の団子を作るらしい、保育園で。とりあえずご飯食べて、髪乾かして寝る支度します。とりあえずご飯食べ終わっちゃいます。めっちゃ上手やん。これはなんて読むんですか。どれこの文字は。あ、
そう、あです。アンパンマンのあ、俺と同じのあ、コアのあ、コアのコを探してお勉強しております。子猫の子ね確かにここに書いてあるコを探して。あったな、それ、あ、正解、コアのコ、あ、コアのコのとこ塗ってよ。じゃあこれまだ買ったばっかりでドリルもやってるよね。アンパンマン、ケーキちゃんかわいい。でもコキンちゃんもいいな。ねえさ、ケーキちゃんの作り方わかんない。じゃあコキンちゃんにしようよ。水色で、そう塗ってきて。今さ塗り絵があるけどさ、着せ替えってあるのかな。あの昔さ、こういう塗り絵みたいなやつでパチパチ塗って女の子の土台があって、部屋飾りとかをカチッてこう着せ替えてあげるやつがあったんだけど、今あるのかな。見ないんだよな私は。え、上手だよ。犬は残ってる。犬何色にする？クックの色。クックの色にしよう。どれだ、クックの色は。あれだな、あれだから。どれですか？そうだね、こんな感じでさ、最近ちょこちょこドリルしてます。インコドリルと間違いを見つける的なやつ。最初は3歳から行って4歳、5歳、ちょっとゆっくりのペースでやっております。ウサギってさ、ピンクに塗りがちだけどさ、ピンクのウサギってさ、いないよ。全部ピンクにしちゃダメだよ。ママの中でピンクのウサギなんだよ。パパから電話が来たので電話してきます。これソロ版とか今習わしたらめっちゃ上手くなるじゃん。ソロ版見せて。あ、黄色だ、ここ黄色。完成。もうできた。はい、あとタイヤ、タイヤ、タイヤだって。タイヤを検索します。タイヤは、あ、ここが緑でタイヤは黒。ここが緑。そうそう、そこのボタンのとこ黄色。この色だよね、やっぱ、うん、緑だよね。またまったく、ママ折ってんのこれ。折ってないよ、めっちゃ飛んなってるよ。こっちの持ちやすいでしょ。SL マンを調べてる。調べるとカメラがオフになっちゃう。セイは寝まして、はい、そっちゃんはさっきちょっとご飯食べれた。脳はやばい、ついたよ。ああ、大丈夫だった。ユンケル飲んだら大丈夫だった。できたらしいです。ああ、眠いね。うん、眠い。もうちょっとしたら寝かせます。俺も寝ます。できた、できた。またこれ削らないで。忙しいんだわ。これいいよ。ママ好きやしね。うん、できました。2000+2000=4000。おー、3+5は、3+5、これは7に決まってるよ。違った、違う。ああ、8だった。そう、じゃあ2+2=4。そう、2+3。どっちにつこ詰め込むの？詰め込む？どっちでもいいよ、詰め込んで。5です。そうです、正解です。5+1は、5+1=6。そう、9-2、それは7。おお、7。7+2は9。調子が出てきちゃったからね。3+3=6。すごいじゃん。5+3は、それは、それは7+8は、うぃー、5+3は8できました。もう歯磨きしちゃおう。よし。すごい神経。めっちゃ綺麗になってる。すごい上手ね。歯磨き変わった？あ、新しくなった。よくお気づきで、ブラシ部分が新しくなりました。いいです。パパ、バイバイ。はい、明日夕方帰ってくる？明日夜帰ります。嘘じゃないよね。
まだ話した時さ、夕方って言ったのにさ、あれ夜って言って、あれ嘘ついたじゃん。台風の時かな。台風で飛行機が遅れたの。そう、遅れたやつかも。そんなめっちゃ遅くならない。これ作りたかった。いや、それだけやったらねよ。え、いいの。うん、メロンパンなんてあるでしょ。ここにあるよ。これ見ながら塗りましょう。疲れたの。え？じゃあおしまいしよう。お片付けして明日にしよう。じゃあパパも寝ます。あれ行っちゃったよもう。もう行っちゃった。おやすみ。おやすみ。キモい。はい。バイバイ。お母さんは向こう行っちゃった。今寝かせます。